国立研究開発法人物質材料研究機構は日本における物質材料の基礎基盤的研究開発及び重点研究開発などを総合的に行う国立研究開発法人本部は茨城県つくば市に置かれる理事長は橋本和人2001年4月に旧科学技術庁所管の2つの国立研究所である 金属材料技術研究所と無機材質研究所が合併して発足。2016年10月、理科学研究所、産業技術総合研究所とともに特定国立研究開発法人に移行した。環境、エネルギー、資源などに関する地球規模の問題解決のための物質、材料科学技術文部科学省の世界トップレベル。 国際研究拠点形成促進プログラムの6拠点の一つ。2007年に独立行政法人としては唯一女性対象機関に選定。残りの5機関はすべて大学。WPI プログラムとしては2017年に終了した。次世代ナノ科学技術の基礎研究センターとして以下の3分野でナノテコを活用した革新的材料の創生に挑戦している。また、 組織の中でも国際化を特に強く意識しており、研究者の約半数が海外出身である。さらに、英語を公用語化して、事務書類も英語化することで、外国人研究者が快適に研究に打ち込めるような環境を構築するという方針のもと、英会話が可能な事務職員を多く配置しているのも特徴である。この体制は2003年採択の戦略的、 研究拠点プログラム、若手国際イノベーション特区により設立されたアイシスにより培われたものである。桜地区茨城県つくば市を中心に複数の事業所があり、事業所はその所在地名を冠に通称地区と呼ばれている。つくば市兵庫県海外連携オフィスこのうちつくば市の3地区が主な研究拠点で、千元地区が本部となっている。並木地区にはマナがあり、 桜地区には世界最高レベルの強地場施設がある。また、兵庫県のスプリングマイナス8内には専用ビームライン BL15XU を持つ。1993年より毎年クリスマスに地元小学校からデザインを公募したイルミネーションを飾り地域交流の一つとなっていたが、2008年の実施を最後に終了した。 1969年6月19日に開始したクリープ試験が、2011年2月27日に試験開始からの総試験日数が14,853日間に到達し世界最長クリープ試験データの記録を更新した2014年10月1日 2001MHz の当時世界記録その後2015年 2020MHz を達成している 財務に関する情報物質、材料研究機構ウェブサイト2019年9月20日、閲覧 ABC 遠隔物質、材料研究機構ウェブサイト2010年4月28日閲覧、特定国立研究開発法人による、研究開発等の促進に関する特別措置法の、概要組織に関する情報物質、材料研究機構ウェブサイト2015年10月5日、 閲覧、ありがとうございます。